おはようございます。6月2日になりました。速稼塾の久保です。まあ月が変わりましたので、今日は月足から連絡させていただきますけども、ちょっとね、昨日ですね、 FX オリガルヒのプロモーションが始まって1日目なんですけども、もうすでに内定組といいますか、その前からオリガルヒに参加を決めてくださった方が、まあ次々と入金をしてくださったんですよね。でその際、私ね、まあいつも思うんですけども、何かことを始めるときに、例えば今回は6月の12日前後からオリガルヒが本格的に始まりますよってことをお話ししますけども、その時にね、大体ね2種類に1つ分かれると思ってるんですよ。1つは、あ、じゃあ6月の12日まではのんびりやろう、それから気合い入れようって思う方、もう1つは6月12日から始まる前にできることは全部やっておこうって感じで、もうね、もうオリガルヒがスタートしたような気持ちで、ああでもないこうでもないってね、改めて分析を開始したりとか、私の方にね、これでいいでしょうか、あれでいいでしょうかっていうふうにね、細かく連絡をいただく方、こうやって分かれるかなと思ったら、今回ですね、どちらかというと大半の方っていうかね、大半って言ったらね、まあみんながみたいな言い方になりますけども、でも昨日はちょっとね、思ったよりも忙しかったと言いますかね、あ、本当に本気で考えてくれてんだなというふうに伝わって非常に嬉しかったです。で昨日あれでしょ、結局は130円クリアするまでにロングのポジションをかなり取られてますよね。うん、だからこういうことなんですよ。意識が変わる、つまり FX オリガルヒに参加するんだ、今度こそ FX を身にするんだ、ものにするんだと思った時に、すでにもうチャートの見方は変わってるんですよ。でちょっと困ったな、迷ったなって時に私に連絡をしてくれたでしょ。基本的にはこれバイですよと、ロスカットを食らうまでバイを入れてくださいっていうふうにそこでは申し上げました。もちろん一般公開っていうかね、普段の相場解説ではそこまでは言わなかったんですけどね、昨日の相場解説の追加でも言わなかったんですけども、でも個別で連絡いただいた方には私がね、シンプルに何を考えてるかってことをズバッとお伝えしたんで、自信を持ってエントリーできたでしょ。で必ずそうなるとは言えませんけども、今回の場合は130円をクリアしてね、今度131円に向かうわけでしょ。で131円をクリアすると大きな上昇波が起きるよっていうことはもうお分かりいただけてるとは思います。確実ではないですよ。でも高い蓋然性でそうなります。ですんで今130円、100とか200あたりでしょ。でこれが131円にこれから向かうっていうところなんですよ。じゃあそれをですね、なんでそこまでね、130円になったばかりなのに131円に行けるかってことを思えるかってことを今日は込みで解説していきます。それではね、この今日は解説の後にもちょっとね、注意点と言いますか、金融機関の注意点について気がついたこともお話しますんで、長くなりますけども最後まで、お付き合いください。それでは画面を切り替えていきましょうか。こちらです、月足から。はい、今ご覧いただいているのが月足ですけども、遥か昔ですけどもね、数年前ですけども、月足でここ天井を取った時があります。こういうふうに横に伸ばしていくとここですよね。しかもこのヒゲ先すら抜けてます。ということで、かなりね、強い上昇に乗ってきたのかなってところなんですよ。もちろんこれはウクライナ、ロシアの関係もあって、一時期はファンダメンタルがかなり市場を支配していたんですけども、ファンダメンタルもたまれば、なんて言いますかね、テクニカルになるわけですよ。ちょうどファンダメンタルここですね、どっちに行くか分かんないよって言った時です。それからというものを2ヶ月目とボーンと大きく上に突き上げて、そして今またね、こういった国際情勢って長期化すると、今度はね、長期化したその不安定さでバランスするんですよ。ですのでこっからはこんなね、今までみたいな、この2ヶ月みたいなね、大きな突き上げるような陽線ってのが出るとは思いません。この陽線の長さ見てください。ここの陽線の長さとここの陽線の長さね、ちょっとずらして今やってますけどもここと同じぐらいの陽線ってもうね、過去何ヶ月も出てない、ここぐらいなんですよ。これはどんな事件が起きたのか、ちょっとチャートを見ただけで私思い出せませんけども、ここも大きいですよね。めったに起きない流れが来てるんですよ。こういうふうに月足を分析すると、こことかこことかここ、めったに起きないようなのがここでも起きてるってことなんですよ。そのぐらいの大事件なんですよ。まあ、それだけちょっと頭の隅に入れておいてください。で、そういったものが起きてるわけですから、この上昇トレンドはなかなか終わらないよってことが伝えたかったんですけどね。今、130円125でマークしてますけども、これが今度131円方面に動いていくってことです。じゃあ、次ですね、週足を見ていきましょう。さあ、週足なんですが、要点はここですよ。何かに見えませんか？そうなんですよ。N なんですよね。もともとは
サンバガラスが出てますから、本当だったら下に行くはずなんですよ。ただ私はテクニカルをしっかりと見るときに、ヒゲってものをかなり意識するんですよ。で、通常はヒゲってなんだかよくわかんないものなんでしょうけども、ヒゲってのは何かっていうと、通常は逆田号を示すように下に行くサンバガラス。ね。3本の陰線の後も下の方に潜り込んでいく、そういったサインなんですよ。でも、ヒゲがここまで出ることによって、それが否定されて逆に働くんですよ。それをお伝えしたわけですけども、まさにそうなりましたね。陽線がズバーンとでかいのが出ました。大陽線がこのまんまこの131円をぶち抜いていくぐらいの勢いが今週のこのね陽線で出ちゃうと、これは132円3円の方に円安をさらに加速させるよってことなんですよ。だからこの流れがね N をもってしてさらに上の方に行くってことになります。そういうふうにシナリオ立ってますね。じゃあデイリーの方行きましょうか。はい、だんだん私たちの時間軸に近づいてきました。デイリーですけども、これね、このレンジをブレイクした後に何度も言いますけどもね、今日から見始める人のためにも、N を書いてさらに押し目を作って上に行きました。もう一個押し目を作るかと思ったら、ここで高値圏のヘッド&ショルダーに似た形を作って、下に落ちていき始めたわけですよね。ただヘッド&ショルダーでなくて、これはダブルトップですから、ヘッド&ショルダーぐらいの下落の勢いを落とさないんですよ。そう考えていくと、この辺りで止まるのも妥当かなっていうところで、今度は陽線に転換したってことですよ。で、130円をクリアしましたから、今度は131円をクリアするかどうかをしっかり見ていきましょうっていう話を、ここのところずっとしていたわけですよね。はい。はい、じゃあ4時間です。4時間で、講義をしたのは、このフラクタル図形ですよね。同じ図形が繰り返されてちっちゃくなっていくみたいなね。つまりは、これは収束なんですよね。この組み立てができると、今度は収束からブレイクして、こういう風な流れになることがわかると、4時間で。しかも大きな時間軸ではサンバガラスが逆転現象を起こしてるんで、上の方向に行く可能性が強いよねってことがわかるわけですよね。だからその2つを組み合わせてマルチタイムフレーム分析をすると、この上昇波動が見て取れるってことになります。で、4時間でね、押し目を作りながらどん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 上がってるでしょ。これはロスカットを食らうまでずっと倍でいくんですよ。で、勝てば勝つほど、同じ方向で勝てば勝つほど、そろそろこの流れ終わるんじゃないかなっていうふうに不安はつきまとうでしょ。だからロスカットラインを設定して、ロスカットを食らうまでは同じ方向でどん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 倍に行ってください。場合によってはね、半値、エントリーでもいいですよ。1ロット、1ロット、1ロット、0.5 にしようかな。こんな感じですよ。はい。追撃はね、やっぱりこう、まだ慣れてないうちは、本来の基本ロットの半分ぐらいで追撃するといいですね。はい、じゃあ次に1時間、私たちがエントリーする時間軸です。今後どうしていきましょうか。はい。いうことは単純です。まず、このレンジを横に伸ばしていきますよ。レンジオプションは随分前に終わりました。で、そのレンジオプションに回復しても復活してくるのかなと思って見ていたら、ここで反発して内側に入ると思ったら、突き抜けていってしまいましたんで、もうこれレンジもね、終わったってことなんですよ。今度は上昇トレンドをここで、意識しなくてはいけないんですよ。そうなった時に上昇トレンドが継続してどんどん角度をつけていって垂直に近い形になっていったってことですよ。で、こういう風に1時間軸が見れますかっていう風になります。それは今までの高い時間軸からずーっとね、順を追って見ていくと、そういう流れをね、こう追っていけるようになるんですよね。これはだから何回もやるとそういう感覚で見れるって話なんで、なかなか講義には知りづらいんですよね。この経験がもの言うとこですから。だから知識っていうのはそのまま使えるもんですけども、経験っていうのは知識の組み合わせで積み重ねでなんとなく見えてくるものなんでね、こう感覚値になってくるんですよ、まあ、ですんで、同じぐらい繰り返し繰り返しやった人には伝わっていくんですけども、あんまりね反復をやってない人にはこの、上にどん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 ね上に行くでしょみたいな、この感覚で話すとちょっと分かりにくいでしょ。分かりにくくてしょうがないんです。そこは積み重ねが同じぐらいのレベルじゃないと、このね、ブワーッと行くんだよっていうのがね、なかなかね、受け取りきれないんですよ。うん、だから私もね、この辺、ブワーッと行くんだよぐらいじゃなくって、もっとね、具体的な伝え方をトレーニングしていかないといけないなっていうのが、私の当面の課題ですよね。はい。とにもかくにも、今後の予定ですけども、131円を目指す、値動きを、値動きが起きているというふうに私は方針を立てております。131円ね。
そして131円近辺で反転して反発してまたね下の方に行く、セルの方に向かう。その時はすいません、バッテリーが切れて話の途中でしたけども続けます。131円近辺でセルの方向に向かうような反発が起きると私としてはちょっとね、退屈な思いがするんですけども、それはそれで一つ現実としてしょうがないですね。その時はまた、その時また新しい方針立てます。で、私が今思ってるのは131円の壁を越えて132円方面にそのまんま向かっていく、つまりしばらくまたね倍の流れは続くんだということなんですよ。今までの時間軸をずっと見ていって、もうこれはね135円とまではいきませんけどもね、132円3円あたりまではロスカットを食らうまでずっと倍で入れていこうと思います。もうね一瞬たりともセルのことは考えずにセルばっか倍ばっかりいくと思いますね。それでロスカットを食らったらその時にまた頭の中をね空っぽにして一から考えようかと思っております。というところですかね。バッテリーが切れちゃってすいません。ただ話はまだ続きます。金融機関のことです。今回 FX オリガルヒのご入金をいただいて分かったことなんですけども、場合によってはね金融機関は誤送金を恐れて入金者もしくはお金を受け取った口座をお持ちの方に電話をしてチェックしているみたいなんですよ。今大きな入金がありましたけども、これは間違いないでしょうか、金額とお相手の名前を教えてくれますって形なんですよ。つまりは具体的にいくらの入金があったのか送金をしたのかってことを確認するのと、あとはねお相手の名前、送金した方もしくは入金をされる方のお名前を聞くってことなんですよ。で、それをね今ランダムにしてるみたいです。あの例の山口県の誤送金の問題があったでしょ、あれで金融機関結構ね新しい指示が出てるみたいですね。まあですんで、これランダムなんで全員にあるわけではないみたいですけどもね、だから適当にやってます。だからいきなり電話がかかってくるってことがあります。でもちょっとおかしいですよね。でもこれはね私思うんですけども、2つおかしいなと思うところがあって、1つはねこんな確認作業をいちいちしていたら銀行業務とか中小企業の会計なんてできないなと思うんですよ。だってお客様から入金があった時にそれを会社の方が本当にこれはお客様が買ったんですかって確認するんですよ。で、会社としてはどんなお客様が何を買うかってことはそんないちいち入金のたびにチェックしてないですからね。例えばジャパネット高田にこんな確認しますかと、1日に数百件とかオーダーがあるときに数百件の確認するんですかって話になるじゃないですか。で、そうやって取引の多いところの方がトラブルが起きる可能性高いわけですから、だからそれどうしてんだよって話になりますよね。あと一つは入金をする方がこれから入金しますよって教えてくれればいいですけども、そうとばかりはいかないですよね。なんか引き落としみたいな感じだと別にお金を受け取る方に何の連絡もなくお金だけ着金するってことは今までもあったわけじゃないですか。そしてこれからも無数にあると思うんですよ。だからそれに対して本当にこの人が商品買ったんですか、どんな商品ですかとかって金融機関から電話かかってくるんですよね。しかも電話がかかってくる方っていうのはなんかいろんな活動したりとか私生活を送ったりとか時には寝ていたりするわけじゃないですか、運転中だったりね。そこに電話かかってくるわけですから、それで確認ができない限りはお金を動かさないってわけですから、なんか妙なことになってきましたねってことなんですよ。で、今回私もねそれを経験したんですよね。 FX オリガルヒのご入金をいただいてる時に、あ、なんかこういう風なお金が入ってくるんですけど本当にこの人は大丈夫ですかって感じで、なんてこと聞くんだと思いましたよね。仮にも10期以上企業活動してる私みたいな会社にねなんかマネーロンダリングの疑いがあるんでとか言うけど、ちょっと待ってくださいと、20万30万のマネーロンダリングって何ですかみたいなそれはね数千万とか数億円だったらマネーロンダリングの、ね、疑いがありますけども、そう、ちょっとそのね感覚も妙なもんがありましたよね。まあこれはねマネーロンダリングって言葉を使って本当はそんなこと思ってないけども言ってるんでしょうけどもね、確かに10万20万30万ぐらいでマネーロンダリングはなかなか考えられないですよね。ロンダリングのコストの方が高くついちゃいますからね。はい、ということでちょっと余談も申し上げましたけども、皆さん今日も一日頑張っていきましょう。ありがとうございます。